突然ですが福山おじさん、女子高生の切実な悩みに相談に乗ってください。私は今ダイエットしようと頑張ってるんですが、父親がまだダイエットなんか必要ない成長途中なんだか痩せなくていいんだ、将来体を悪くするぞな母さんと言ってご飯を残すのを絶対に許してくれません。朝ごはんも夕ごはんもしっかり食べさせられます。せめてお昼は控えめにしようと思うんですが、友達にお昼ご飯は起きてる間に全部消化するから抜いても意味なしと言われてもう終わったって感じです。でもやっぱり痩せたいなと思うんです。福山おじさんはどう思いますか？ご飯を食べても痩せられる方法が知りたいです。でもそれで食べたらまたご飯たくさん食べさせられるかもしれないんですけどね。私は親に何て言えばいいんでしょうか？ちなみに今は 160.2cm で 50kg はないです。ズバリ言ってもいいですか？そのままでいいよ。160cm 10.2cm で 50kg なかったら全然大丈夫でしょ。そうね、女子の皆さん ね。あとその食べても痩せる方法ってのは一つだけありますよ、はい、どれだけ食べても痩せる方法一つありますよ、はい、激しく運動することですそうですね、そりゃそうですよ。あのアメリカ水泳界のスーパースターだったマイケル・フェリックス、彼は1日2万キロカロリー以上食べてたみたいですよ。どんだけですか？それすごいな。絵で見るとすごい量だって、うん、でも食べてる時と寝てる時以外はほぼほぼ水の中にいたみたいなの でずっと泳いで、だからどれだけ食べても痩せる方法があるとするならばそれですね。